ベトナム初の地下鉄を建築。日本を蹴って他国を選んだ結果、技術の差が明らかになり、世界を震撼させた話を解説していくぜ。またしても日本の技術が物を言わせた話だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。日本は技術大国として世界でも名を知らしめているが、鉄道技術は世界でも類を見ないほど高いもので、東南アジアで存在感を高めていることを知っていたか？技術が素晴らしいのは知っていたけれど、そんなに海外展開をしていたのね。この地域では経済の発展とともに交通量や物の流通量が増大しているんだ。ところが既存の交通インフラだけでは追いつかなくなってきていて、道路の渋滞が激しくなって人や物の輸送に支障をきたしているんだぜ。交通渋滞は深刻な大気汚染や事故問題を引き起こし、多大な経済的損失を招いていたりするんだな。それは深刻だわ。日本の技術を他国で活かせるのは誇れることで嬉しいわね。物や人を一度に大量に運べる鉄道建設が重要視され、受注競争も激化しているんだぜ。東南アジアでは日本と中国、そして韓国だ。特に日本と中国が鉄道争奪戦と言ってもいいぐらい、競争激を繰り広げてるんだな。日本は高品質な技術で勝負してるんだが、一方で中国は低コストをアピールしているんだ。安ければ安いほど魅力はあるけれど、人の命を運ぶものである鉄道が、低コストっていうのは引っかかるわね。中国や韓国の技術で鉄道が導入された地域の人からも、日本の鉄道技術が導入された地域を羨む声は多いみたいだぜ。実際に利用するとなると安全性や快適さは重要だからな。もちろん技術も大事だが、しっかり工期を守ることで追加費用を発生させない万全の計画性にも、高い評価を得ているんだ。技術だけじゃないところが日本人の素晴らしいところだね。鉄道争奪戦だと言ったが、一つの例として、ベトナムの鉄道建設を解説するぜ。ベトナムは社会主義体制を維持しつつ、市場経済を導入して経済の成長を促すドイモイ政策以降、目覚ましい経済成長を遂げているんだ。さらなる社会経済開発を促進するため実施されたプロジェクトなんだな。日本の他に中国、そして韓国も参画しているんだ。大規模なプロジェクトだったのね。国によって任される区間が分けられていたのかしら？第1期から第3期まで分かれたプロジェクトだぜ。日本とベトナムは2カ国で政府開発援助のもと、ホーチミン市都市鉄道1号線に携わっているんだな。そして中国はハノイ都市鉄道2 A 号線、韓国はハノイ都市鉄道3号線に参画しているんだぜ。ホーチミンやハノイは人口が多く、バイクや車の通行量が非常に多いんだな。特に市民には車よりも安価なバイクが重宝されていたんだ。ベトナムは経済が発展したといえど、給与の平均は日本円で3から5万円ぐらいなんだぜ。車よりバイクが重宝されるのは給与の面だけかしら？ベトナムは世帯当たりバイク保有率が世界第2位なんだ。ベトナムといえば大勢のバイクに乗っている写真や映像を見たことがあるかもしれないな。ここまで普及している理由は、電車やバスなど公共交通機関が未発達であることや、排気量50区以下のバイクや電動バイクは免許が不要であることが挙げられるぜ。そして車の販売価格が高すぎることだ。価格は日本と変わらない上、説明した通り低賃金ではかなり高いハードルがあるんだな。だからこそ比較的安価に買えるバイクが人気なのね。こんな事情を抱えているため市内の交通渋滞も深刻で、早急に交通インフラを構築する必要があったんだぜ。鉄道を利用する人が増えれば道路の渋滞が軽減されて、通勤や移動がスムーズになり時間を有効に使えるようになるんだな。バイクや車の排気ガスが原因で、ホーチミンもハノイも大気汚染が深刻な問題となっているんだ。物資や人の輸送がスムーズになるだけじゃなく、鉄道関連の仕事が増えて雇用が増えることで、地域の経済活性化につなげることができるんだ。鉄道インフラが進めば観光業も活性化しそうだね。間違いないな。観光客は鉄道を利用して各地を巡ることができるから、観光地へのアクセスも便利になるんだ。それじゃあ日本が携わった、ホーチミン市都市鉄道1号線について詳しく解説していくぜ。ホーチミン市はベトナム南部に位置しベトナム経済の中心地であり、東南アジアでも有数の大都市なんだな。人口は国内最多の900万人で、ベトナム全体の約1割くらいだ。2009年からの10年間で180万人増加していて、急激に人口が増加しているんだぜ。人口増加とともにバイクも増えているわけね。このままじゃ渋滞や大気汚染も悪化する一方で、都市発展に与える影響が大きいことが想定できるよな。
ホーチミン市都市鉄道1号線はベトナム初の地下鉄で、全長は 19.7 クム、そして駅は計14カ所あり、地上駅が11カ所で地下駅が3カ所だぜ。この地下鉄は日立製の車両が使われていて、地上では時速110クム、さらに地下では時速80クムで走るんだ。日本からどこの企業が参画していたのかしら？日本の大手建設会社が参画していて、JICA の円借款などを通じて清水建設や住友商事、前田建設などが協力しているんだな。計画時すでにベトナム政府や地元の人々から、期待の声は大きく早期の完成が望まれていたんだぜ。だが残念なことに、この地下鉄の建設は予定よりも大幅に遅れているんだな。一体何があったのかな？計画は2012年に始まり、完成予定は2018年だったんだが、行政手続きの問題などが起き、完成が大幅に遅れてしまったんだ。ホーチミン市直属の 100% 国営企業として設立された運営会社ハーコワンが資金調達に苦しんでいたんだな。従業員の給料や社会保険料の支払いが滞ったり、運営に必要な人員を確保できないなど多くの問題を抱えていたんだぜ。問題が一つじゃないなんて先行き不安だわ。そんな中、日本はすべき工程を着実に進め、開通後に使用する車両は2020年10月から7回に分けて日本から輸送しているんだ。最初の試運転は2022年12月に行われ、その後商用運転に向けて複数回の走行テストが行われているんだぜ。この車両の外観は銀色がベースになっていて、真ん中あたりから下に向かって水色のラインが入っているんだな。東京メトロ東西線の車両によく似ているんだぜ。車内の座席やつり革はすべて水色で統一されているんだな。涼しげで清潔感のある鉄道なんだ。新鉄道って誰でもワクワクするものだね。ちなみに座席は布製じゃなく、すべてプラスチック製なんだぜ。耐久性が高く、メンテナンスが容易であるため採用されているんだな。ベトナムのファム・ミン・チン首相は、このプロジェクトを日越外交関係樹立50周年を祝う上で、非常に重要なものと位置づけているんだな。最近では公共交通管理センターが提案した路線バスの導入などによって、より利便性のいい線路へと進化していく方針もあるんだぜ。路線バス22本が都市鉄道1号線に接続し、メトロ1号線の14駅すべてに路線バスが接続する計画だ。日本は着々と工程が進んでいる気がするけれど、他国に問題が起きたのかしら？中国が関わったハノイ都市鉄道に衛線について解説するぜ。この都市鉄道は2021年11月に、ベトナム初の都市鉄道として開業してるんだ。高架式の都市鉄道は中心部と南西部を13クムにわたって結び、駅は12カ所に設置されているんだな。設計と建設は中鉄六局集団という中国の企業が担当し、建設費の 80% は中国政府による開発援助で賄われていたんだぜ。交通渋滞によるあらゆる問題の深刻化を防ぐため、工程の遅れなど許される余裕さえなかったんだ。天候などを理由に数日の遅れだったら理解できるけどね。数日どころじゃないんだな。なんと工事が6年も遅延してしまい、それに伴い費用が大幅に膨れ上がってしまったんだぜ。一体なぜそんなことになったのかしら？この2衛線工事は事務処理の遅れやルートの変更などを理由に工事が遅れた上、事故も相次ぎ安全上の問題も頻発したんだ。それもたった1回の事故ではないことが問題をより大きくしているんだな。まず2014年11月には工事中の高架線から資材が落下し、1人が死亡、4人が重軽傷しているんだ。さらに崩落した足場や鉄筋の下敷きになったタクシーが完全に潰れてしまう事故も起きているんだな。2015と2016年も事故を起こしているんだぜ。ひどい事故ばかりね。被害者本人が訴えるまで工事関係者は事故現場を検査、確認しなかった上に工事責任者はメディアの取材を拒否するという事態まで起こったんだな。事故が原因で工程に遅れが出たってことかな？それだけじゃないんだ。安全認証をめぐる運輸省と中国側の意見の食い違いや、新型コロナウイルスの影響、そして設計の変更などもあって遅れていたんだぜ。当初の開業予定の2015年から約10回も延期が相次ぎ、2018年になっても開業時期が決まらない状況だったんだ。着工から運行開始まで10年を要し、2021年にやっと開業したんだな。10年って待ちくたびれてしまうわ。開業してからも未払い問題など、度重なる失態を繰り返していたんだぜ。工程の遅延に伴い走行費は当初の見積もりから、57% 増の8億6800万ドル約1000億円まで膨れ上がっているんだな。その上、中国の業者から、下請け業者への代金不払いなど問題も起こったんだぜ。とことん問題にぶち当たるわね。
開業後も各駅までのバスなどの周辺交通網の整備が遅れて、1日の利用者数は7000から8000人だったんだ。そもそも最大21万7000人という設計方針にもかかわらず、輸送力の 3% 程度しか満たしてなかったんだな。ベトナムメディアによると利用者数が伸び悩んだ場合、政府が投資を回収できずに都市鉄道経済的な負担になると、経済不安の可能性まで指摘されたんだ。何のために整備しているのか目的がわからなくなるわね。どう改善していったのかしら？ 2A 号線に接続する公共バスの新路線を開設や本数を増加させたり、接続の利便性を向上させようと改善に動いていたんだな。現在の平均乗客数は約3万人程度にとどまっていて、期待されていた渋滞緩和への貢献はまだ、完全とは言えない状況なんだぜ。現在も問題を抱えつつ運行を続けているのね。それにしてもいろんな問題が起こりすぎだわ。そうだな。ハノイ市民にとっては苛立ちもあるだろうし、交通事情が改善されることを願うばかりだな。次にハノイ都市鉄道3号線について説明するぜ。この都市鉄道3号線は首都ハノイの2番目の都市鉄道で、2022年8月に開通する予定だったんだ。もしかして3号線も工程が遅れているってことかしら？あと4ヶ月で開通予定だったにもかかわらず、駅舎さえも完成してない状態だったんだぜ。2013年から着工され2018年に完成予定だったんだ。管理区域の工事はまだ進行中で、車両基地の建設は 77% しか完了していない悲惨な状態だったんだな。そのため2018年から2022年開業へと計画が延期されているんだ。驚くことに2022年さえ間に合わず再び計画が見直され、2027年に延期されることが明らかになったんだぜ。いやいや9年の遅延って、どんな計画内容だったのか逆に気になるわね。この3号線は全長 12.5km の路線で、地上部分では韓国のテリム産業が高架区間の建設を担当していたんだ。そして地下部分は韓国のヒョンデ建設と、イタリアの建設会社ゲラが共同で行っているんだぜ。計画遅延に伴い建設費用の増加が問題になっているんだな。そうだと思ったわ。大幅な予算オーバーじゃないかな。その通りだ。当初の見積もりでは総事業費が12億ドル約1700億円とされていたんだ。度重なる延期により15億ドルまでに達しているんだな。遅延の原因は何だったのかしら？ハノイ市の発表によると遅延や費用増加の問題は、土地の買収の遅れや資金難、各建設部隊間の調整不足だと明らかにしているんだ。さらに新型コロナウイルスの流行と、建設業者の能力不足や為替変動の影響も大きいと指摘しているんだぜ。着工から開業まで月日が経過しすぎて、明らかに異常な状況だとわかるわ。ちなみに2023年6月時点で全体の完成度はまだ75で、ハノイ市民にとって落ち着かない状況には変わりないんだな。大規模な鉄道計画とはいえ、どの路線も完成までに問題を抱えていたり予定より遅れていたんだぜ。日本の計画にも遅れがあったのかしら？日本が支援するホーチミンの地下鉄も遅れを出しているが、これはベトナムが抱えるインフラ整備に関する課題に要因があるんだな。まず一つ目の要因はベトナムの法律だ。日本に機械制定法を中心としているがベトナムでは、責任不足により国家財産に損害を与える行為に関与した場合、刑事罰を覆すリスクがあるんだぜ。さらに過去の行いにより手続きミスや計画よりも費用が膨らんでしまった場合、過去の行いに遡って責任者が刑事罰を受ける可能性があるんだ。そもそも基準がどうなっているのか不思議だわ。刑法の運用は基準が不透明で明確じゃないんだぜ。そして公的機関の権限が分散してるから、決定が遅く案件はたらい回しにされがちなんだぜ。ベトナムのインフラ整備が遅れているのは、この法律の影響でもあるってわけだね。その通りだ。インフラ整備をスムーズに進めるためには、改善しなければならない大きな課題なんだ。ベトナムでは5年に一度開催している党大会の影響もあるんだな。党大会が近づくと権力闘争が発生して意思決定が遅れることが多くなるんだぜ。何の目的で行っているのかしら？今後5年間の党の基本路線や政策を決定し、その実施を担う中央執行委員会を選出するという目的のもと行われているんだ。次回の党大会は2026年で日系大手商社の幹部たちは、今後の展開に不安を感じているんだぜ。日本政府がこの状況に頭を悩ませているのは間違いないんだな。ホーチミン市の地下鉄はすでに9割以上の路線が完成していて、日本製の高品質な地下鉄がベトナムの交通インフラの発展に貢献することが期待されているんだぜ。初めての鉄道だものね。
歓喜の声が想像できるわ。地下鉄の完成は、ベトナムの交通インフラの発展に重要な一歩であり、日本製地下鉄は日本の鉄道技術の優れた成果を示すきっかけにもなるからな。現地の住民に日本の鉄道技術の良さを体感してもらう絶好なチャンスなわけだぜ。今後ベトナムのインフラ整備で、日本が果たす役割に大きな期待が寄せられていて、ホーチミンの地下鉄以外にも鉄道建設への協力要請があったんだ。さすが日本と言わせてくれる活躍ぶりだわ。実際ハノイからホーチミンまで結ぶ南北高速鉄道の建設計画があり、ベトナム政府が日本政府に支援を依頼しているんだな。2023年1月ハノイを訪問し、会談の中で鈴木俊一財務相に対して、ファム・ミン・チン首相が支援の要請を言ったんだ。実はこの高速鉄道計画はベトナム国民の念願でもあるんだぜ。どういうことかしら？現在ハノイ・ホーチミン間には、通称統一鉄道と呼ばれる鉄道が通っているんだが、この鉄道の移動時間はなんと29時間もかかってしまうんだ。ベトナムは南北に細長く国土の南北の長さは約 1650km あり、北のハノイから南のホーチミンまで直線距離でも 1100km 以上あるんだぜ。直線上にはラオスやカンボジアがあるため、当然ここを鉄道が走れるわけがないんだな。だから国の形に合わせて、緩やかな S 字を描くようなルートを走るから、実際の全長は 1726km もあるんだぜ。鉄道に限らず道路もそうだけれど、どこにでも作れるわけじゃないものね。だからこの新しい高速鉄道の実現は、ベトナム国民にとって長年の夢でもあるんだな。ベトナム政府は2045年までに全線開通し、ハノイ・ホーチミン間を最速で、約5時間半で結ぶことを目標としているんだぜ。もともと在来の統一鉄道は日本も関わりがあって、2004年まで19の橋梁を円借間で整備しているんだ。確実な実績や信頼関係を築いてきたからこそ、ベトナムは日本を頼りにしてくれているのね。だが前に説明したように信頼関係だけでは超えられない、ベトナム特有の法律があったわけだぜ。この建設に関わる費用総額は最大で648億ドル、約8兆3000億円という膨大な金額なんだ。莫大な金額の上国会で同意を取り付けようにも、互いに慎重になるのも無理はないよな。つまり費用や法律問題が重なり、日本としても簡単に承諾できる状況でもなかったんだ。大規模な建設だけに後から法律問題を出されたんじゃ、抱えるリスクは大きいものね。ところがここに来て中国も、この高速鉄道計画に関心を持っていることが明らかになったんだぜ。ベトナム政府は共産党同士の関係を深めていて、経済的に中国と関係が深まっているんだ。現在はレールの規格の違いもありほぼ使われていないが、すでに中国とベトナムは密の路線で結ばれているんだな。南シナ海では中国との間に領有権問題を抱えていて、安全保障面では対立があるんだぜ。さらに中国が勢力を増すのは時間の問題かしら。現に中国は両国を結ぶ鉄道を復活させ、ベトナム最大の港湾都市ハイフォンへ続く鉄路の確保を要求しているんだな。でもそのためには首都ハノイを通過することになり、ベトナムにとっては安全保障上の大きな問題を抱えているんだぜ。それもそうね。鉄道だけで入国できるようなものだものね。さらにベトナムは、政府部内に中国の影響力が増すことへの警戒感もあるんだ。つまりベトナムは中国への過度な依存を回避したいという考えもあって、今回の高速鉄道計画での中国の関与を極力排除したいってわけだな。これを踏まえベトナムが、いかに日本の支援を頼りにしているのか理解してくれたら嬉しいぜ。中国への警戒感や不信感は募る一方なのね。ベトナムが中国に不信感を持つようになったのは、インドネシアで中国が支援している高速鉄道計画だとも言われているんだ。この鉄道は日本が2008年からインドネシア政府へ新幹線の輸出を働きかけていて、インドネシア政府も日本に建設を依頼する方針でほぼ決まっていたんだな。ところが中国が安価で早期の観光を訴え、インドネシア政府の財政負担を求めない提案をしたんだ。その結果日本は裏切られた形で、中国に契約が奪われたんだぜ。土壇場にも限度があるわね。当時の菅義偉官房長官も常識では考えられない、極めて遺憾と不快感を示していたんだな。中国がベトナムへ与えた不信感はここから増すんだ。蓋を開けてみると2019年完成予定だったが、工期日程が大幅に遅れていたんだぜ。2022年には駅舎らしき建物もなく、線路さえも敷かれていない状態だったんだな。2023年現在もまだ開業には至っていないんだぜ。日本から契約を奪った挙句、早期の観光を訴えたはずなのに情けない話だわ。遅延に伴い費用も当初の55億ドルから大幅に膨れ上がり、契約締結後に60億ドルに変更されているんだ。
工事の遅れや資材の高騰などが要因なんだぜ。インドネシア政府も予定と異なる状況を踏まえ、2022年には約4兆3000億ルピア、約400億円の国家予算投入を表明したんだな。インドネシア政府に財政負担を求めない方針さえも貫けなかったのね。それに加えて線路敷設用の車両が脱線し、中国人作業員2人が亡くなるという事故を起こしているんだ。この事故をきっかけに観光時期に間に合わせるために、安全面が軽視されていると批判も出始めていたんだぜ。その後ベトナムは中国に発注したら大変なことになると判断し、日本へ支援してくれと要請しているんだな。気づくのが遅すぎるわ。2点3点し結局、日本の清水建設や前田建設そして日立製作所などによって工程が進められ、2023年内の完工を目指しているんだぜ。試運転も始まっていて2024年には開業するんだな。地元では期待が高まっていただけに大きな注目を集めているんだ。ようやくって感じなのね。日本の技術が見事に活かされたんだね。信号や自動改札などの機器も日本企業が納入し、車両のメンテナンスも日本の技術者が支援しているんだぜ。日本じゃ当たり前の光景だが、指差しなど日本の安全対策のノウハウも指導しているんだな。中国がダメなら日本がある。日本がダメなら欧米から金を引っ張ってくればいいなんて意識が染みついているとも言われているんだ。日本は良い意味でお人よしな国だからな。この経験を得て日本の技術を奪われ、支援を踏み倒される可能性だって示唆されているんだぜ。技術大国の日本を他国に真似できるとは思えないけれど、場合によってはリスクを伴うってことだね。日本としてはこれからも誠実に、安全かつ他国へ貢献できる支援を行っていきたいところだな。日本の味方。まずはじめに、時速200クム以上で走る高速鉄道の建設するには、高い技術力が必要だぜ。だからゼロからの開発は現実的じゃないんだぜ。各国が高速鉄道を導入する際には、走行実績が豊富な国の企業から、車両を輸入するのが一般的だと言われているぜ。そして世界一の高速鉄道網を誇る中国と世界一の新幹線を持つ日本は、受注を競い合うようは、ライバルと言えるんだぜ。しかし現在、中国に受注依頼した国は、たくさんの問題を抱えていると言われているぜ。どうしても中国製品は粗悪品な印象があるから、なんだか多くの人の命を乗せて走るものを中国製にするのには、少し抵抗があるわね。確かに、安かろう悪かろうな印象を持ってしまうな。まず日本が受注した高速鉄道計画について説明していくぜ。2020年8月日立製作所が受注を受けたものだが、スペインで運行予定の高速鉄道23編成184両をイタリアの鉄道会社から受注したと発表するぜ。カナダのボンバルディアとの共同受注で受注総額はなんと998億円にも上るぜ。そのうち日立の受注額は半分以上の約600億円にもなるぜ。桁がすごすぎて、あまりピンとこないわ。でも、半分以上が日立製作所に入るなんてやっぱり日本の技術はすごいのね。納入予定の車両はフレッチャロッサ線だぜ。日立とボンバルディアの共同開発した車両だぜ。この車両は、イタリアではトレニタリア社によって2015年から運行されていて、すでに実績があるぜ。さらに日立とボンバルディアで50編成を納入済みだぜ。2019年6月には追加で14編成の受注があり、スペインにおける受注もその実績が評価されたからだろうな。追加で注文が来るなんて、よっぽど評価も良かったのね。さすが、信頼と実績の日本ね。フレッチャロッサ線はなんと最高時速360クムの高速性に加えて、振動や騒音が少ない快適性を持ち合わせているんだぜ。そしてなんと、Wi-Fi 設備や食堂車も完備しているというまさに、至れり尽くせりな車両なんだぜ。そして、スペインが日本に受注したという首都圏を一番驚いていたのが、中国なんだぜ。ある中国メディアは、スペインはなぜ日本を選んだのかと疑問を投げかけていたんだ。そしてその理由を独自で分析して記事にするんだぜ。中国は様々な地形環境での建設経験と建設能力、独立した技術基準の高速鉄道の技術システム、そして一番の売りである建設コストの安さに、とても自信があり、スペインが自分たちを選ばなかったことに納得がいかなかったんだろうな。でも正直、中国の高速鉄道に優位性があるとはちょっと思えないわよね。どうしても、日本のが真面目に作ってくれそうだし、その記事には、他になんて書いてあるの？まず5つ目の理由が、スペインが日本を選んだのは今回の発注が新規発注ではなく再発注だとすること。2つ目が、日本は車両に強いということだぜ。5つ目の解説をしていくぜ。先ほども紹介したと思うが、日立とボンバルディアはトレニタリア社にフレッチャロッサ線を納品した実績があるよな。スペインの高速鉄道はトレニタリア社のスペインの子会社が運行するので、今回は新規の発注ではなく再発注としているぜ。
だから中国が選ばれなかったのも納得ができると記事には書いてあったぜ。二つ目の理由だが、高速鉄道産業でも日本と中国が担当している分野が違うということだぜ。具体的に言えば、中国は主に高速鉄道建設に日本は車両の輸出が強いとされているそうだぜ。記事にあるが、その一例としてイギリスの高速鉄道ハイスピードに HS2 の建設計画で、中国が受注する可能性が高いが、車両に関しては、日本が受注する可能性があるだろうとしているぜ。この記事は2020年の記事で確かにその後の2021年には日立製作所がハイスピードに HS2 向けの車両を、フランスのアルストムの共同事業体と一緒に受注しているんだぜ。記事の読みである、車両については日本、は当たったことになるな。そりゃ振動も騒音も少なくて快適ですごく速くて、Wi-Fi も完備なんて、もはや日本一択だと思うのは私だけじゃないわよ。ちなみに、計画の実施にあたってイギリスが援助をどの国から受けるかはまだ明らかになっていないぜ。一部の報道では、イギリス政府が中国の建設大手中国鉄建科学と協議を進めて、契約するのではとあったが、これは運輸省がはっきりと否定しているからでまだと言えるぜ。これは果たして本当に中国と日本が分業していると言えるんだろうか疑問だな。なんだか記事の内容が負け惜しみ全開って感じだったわね。これはこれで面白かったけど。さらにスペインでは、2021年10月に日立製作所のグループ会社の日立レールスペインがスペインで最初の民営高速鉄道事業者であるイルサと、鉄道車両のメンテナンス契約を締結するんだぜ。ちなみにエターセン形という車両の編成数は20、30年間にわたる契約で、総額は7億3700万ユーロ約980億円だそうだぜ。首都マドリードで予防保全や修理が行われ従業員75人が新規雇用されるそうだぜ。こういう前例を踏まえて、鉄道関係は日本に任せた方がいいと、スペインは考えているんだろうなというのがひしひしと、伝わってくるぜ。雇用まで促進されるんだからスペインにもメリットがあるわね。しかし一方で、かなり対照的なのが中国に発注をした国々だぜ。その代表はなんといってもインドネシアだぜ。インドネシアのジャカルタバンドン間の高速鉄道計画は今、かなり危機的な状況に立たされているんだぜ。もともとは、この区間の高速鉄道の建設は日本と中国で受注を争ってたぜ。日本は円借款による新幹線輸出を狙っていたんだが中国は、この事業を一路一帯の目玉と位置づけをしてインドネシアに熱烈なラブコールをして、さらにはインドネシアに公費負担をしなくていいとする融資条件が決め手となり2015年9月にインドネシアは中国に落とされてしまうぜ。恋は盲目とは、このことねでも公費負担もなしなんて、中国すごいわね。私も少し揺らいじゃうかも。でも、やらかしてしまったのよね。工事はうまくいかなかったのかしら？残念ながら聞こえてくるのは悪い評判ばかりなんだぜ。インドネシア初の高速鉄道として国内の注目がたくさん集まっていただけに失望も、かなりのものなんだろうな。まずは公費負担の件について説明するぜ。インドネシア中国高速鉄道 KCIC という鉄道を運営する会社によると、はじめに中国が提案した事業費は約55億ドル日本円で約8000億円。しかし用地取得の難航や、コロナで経済の停滞などが重なり経費はどんどん膨らんでいき2022年9月時点で、約72億ドル、日本円で約1兆500億円までになってしまうんだぜ。そんな理由で公費負担は求めないと条件を提示していたにもかかわらず、インドネシアの大統領ジョコイドドは国家予算を投じると判断せざる得なくなるぜ。その金額が、2021年11月に約 4.3 キザシルピア日本円で約357億円にも上るそうだぜ。国家予算は使わないって条件だから付き合ったのにそんなの約束破る最低な男よ。だから日本を選んでおけばよかったのにそうすれば傷つかずに済んだのに、そんな男はごめんこう無理たいなでもその設定だと、インドネシアも金目的の女ってことになるぞ。霊夢。しかも問題は公費負担だけには収まらないんだぜ。ずさんな工事のせいで、建設現場に近い集落の住民からはクレームが相次いでくるぜ。そのクレーム内容が、自宅の壁に亀裂が生じたや騒音だぜ。近くの建設現場では大型重機を使用してパイルの打ち込みや掘削作業などが行われているぜ。どうやらその振動が近くの民家の壁に亀裂を生じているそうなんだぜ。工事現場近くの住民たちからは、民家の壁の亀裂以外にも騒音大気汚染やさらには、水路変更などに伴う洪水被害なんかも報告されているそうだぜ。そんなにたくさんのクレームがあってさらには、
たくさんの環境破壊問題まで引き起こしてるのね。住民たちは暮らしがあるし、もしかしたら家が壊れるかもって思うと、毎日眠れない夜を過ごしているんでしょうね。ほんと、自分本位なクズばかりね。施工側は、もちろん対応してくれるんでしょうね。ところがな霊夢、KCIC 側は、騒音被害や大気汚染については、鉄道建設だけではなく近くを通る高速道路の車両も、原因の一つだと真っ向から反論しているそうなんだぜ。でも、このまま住民の不満を無理やり抑えて工事に踏み切ったとしても、まだまだ問題があるんだぜ。なんとこの、ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は利益を生むまでに、なんと40年もかかる可能性が出てきたんだぜ。今インドネシアでは、首都を移す計画があるんだ。2024年にジャカルタからボルネオ島へだそうだぜ。まあこれに伴い、列車の乗客数は1日あたり当初の予想である6よろず1157人から3よろず1215人と約半分も減少する見込みだそうだぜ。当初は20年以内に投資した金額を上回る予定だったんだが、乗客数、乗車券、投資額の価格を改めて見直したところ、損益分岐点に達するのは、40年後だということが分かったそうだぜ。もう当初の予定と全然違うじゃないのよ。合ってること探す方が大変じゃないの？会社と会社間だったら取引中止よ。よくもまあ、こんなくだらない嘘ばっかりついてくれたわよね。しかしな、霊夢。採算を取るのが難しいことは実は調査段階で分かっていたんだぜ。ジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は、わずか142キロ、これは日本でいうところの東京・静岡間にあたるんだぜ。実はこれは、高速鉄道を走らせるにはめちゃくちゃ中途半端な距離なんだぜ。しかもバンドンは標高700メートルの高地にあり、沿岸都市であるジャカルタの標高はなんと8メートル。この2つを結ぶとなると、とてつもない勾配を車両が駆け上がらなければならないんだぜ。さらにはトンネルを13箇所も建設するしなければならないこともわかったんだぜ。それと、一部経路は人口密集地を通ることから路線の全体4割弱は高架にして1割は地下に路線を建設しないといけないんだぜ。そんなに？じゃあ最初から建設コストは並外れて高いものになると予想はされていたのね。日本の JICA が2012年に行ったフィージビリティスタディという調査を行ったんだ。この調査は別名、実行可能性調査や採算性調査とも呼ばれていて、要は、新規プロジェクトが実現可能かの調査だな。略して FS 調査とも言われているぜ。その調査でも建設費の半分は政府が出さなければ採算は取れないだろうと言われていたんだぜ。ちなみにこの調査は、日本が1年弱という時間をかけてきちんと調査をして、出した結論だぜ。1年半も費やしたの？でもさすが日本ね、きちんと当たっていたんだものね。真面目な国民性が垣間見えるわね。ん？ちょっと待って、この調査はもしかして中国はしていなかったのかしら？中国は環境影響調査というのを行っているんだぜ。しかし、その期間はわずか7日間で済ませ、報告書も3ヶ月で作成をしているんだぜ。その内容というのが、大統領選が行われる2019年には運行を開始できて、建設コストも50億ドルで完成できるというもの。 JICA は2023年の操業開始時にかかるコストはおよそ61億ドルの財政負担は必要不可欠と述べており、そのことがありインドネシアは中国を選ぶんだぜ。まあ条件が良い方を選ぶことは当たり前だけど、調査期間のあまりの短さを不審に思わなかったのかしら？7日間の調査と1年半もかけた調査じゃ、重みというか価値すら違いすぎて、普通7日間の方なんて信用できないと思うわ。自業自得な気もするわ。結果的にインドネシアは莫大な金額を投資して中国製の高速鉄道を購入したんだぜ。これは日本製を買えるくらいだったみたいだぜ。それとインドネシアでは国内初の地下鉄 MRT の整備が日本の技術協力と円借款で計画されているぜ。日本の支援は現地からも歓迎されていて、訴訟が現地で起こっている中国の支援とは質の良さが全く違うとわかるんだぜ。まあインドネシアが一番の被害者というだけで、中国に鉄道計画を任せたてひどい目に遭っている国は他にもあるんだぜ。ベネズエラがいい例だな。2009年中国がティナコアナコ間の全長400クムで高速鉄道の建設を手掛けるんだぜ。建設計画は約75億アメリカドルで契約が交わされ、2012年に完成する予定だったんだぜ。完成する予定だったね。またずるずると予定が伸びて、建設費がバカ高くなったのかしら？すでにベネズエラからは中国人スタッフが消えて、建設は放棄されているんだぜ。工場は放棄され、天井や壁もない建物が打ち捨てられて、かなり無残な姿を晒してるんだぜ。ベネズエラはもともと電力不足に悩まされており、追い打ちをかけるように原油安による経済危機が直撃。だからといって中途半端な形で放り出すのは、本当に誠実と言えるのかしらね？この状況に焦ったのはタイだったぜ。中国の借款で高速鉄道計画を発注していたが、一部の資金を自前で賄うことにしたそうだぜ。だが作業は遅れ先行きが、
かなり不透明になってるそうだぜ。安物買いの銭失いとはこのことね。しっかりと調べたり考えたりしないからこんなことになるのよ。向こうが美味しい条件を出してきても少し疑ってかかるべきよ。なんたって中国だし。スペインが鉄道大国なのは知ってるか？高速鉄道網の拡大に力を入れていて、2021年12月時点で高速鉄道網の国内総延長距離は約3662クムになり、これは中国に次ぐ世界第2位なんだぜ。日本の鉄道技術は優れているが、すでに国内インフラは整っているから、新しい鉄道を作る機会は少なくなってしまったんだぜ。だから日本からしたら、スペインは大きな市場と言える。今後ともぜひ日本をパートナーに選んでほしいんだぜ。そうね、これからもいい関係を築いていきたいわね。あのサグラダファミリアも日本人が建設に関わってるというし、なんだか世界的に有名な建築物を日本人も手掛けていると思うと、とっても感慨深いわ。ちなみにインドネシアと日本の関係は60年を超える友好関係を築いているのだが、少しずつ悪化しているんだぜ。もちろん、インドネシア有責でだがな、何度も裏切られているから、もしかしたら近いうちに崩壊するかもな。最初の裏切り、それはジャワ島のジャカルタバンドンを結ぶ120キロの高速鉄道計画で起こったんだぜ。長年協力体制にあった日本だったが、突然裏切り中国に高速鉄道の整備を受注するんだぜ。両政府からの依頼で、数年かけて地質調査などを実施していたんだぜ。費用はなんと約2億円以上。事業を受注してもらえると思っていたからこそ、日本はそれだけのお金をかけて、丁寧に調査を行ったんだぜ。調査が進んでいた矢先、突然中国が参入を表明、しかもインドネシアもそれを容認したんだぜ。は？日本に調査依頼した段階で普通に日本に任せるもんでしょ？なんなの？日本に確認したの？日本はね、耳に水だったようだぜ。当時の菅義偉で官房長官も経緯については理解しがたい、極めて遺憾であるとして、インドネシア政府への怒りをあらわにしているぜ。さらに最悪なのが、中国の提出してきた案だが、内容は日本の案とほぼ一緒で、違うのは金額見積もりだけだったんだぜ。日本が時間とお金をかけて出した案をわずか5ヶ月しかかけずに、ほぼ同じルートになったんだ。短期間で綿密な調査ができるわけもなく、実際中国側が詳細な調査を実施した形跡はなかったんだぜ。日本と一緒に調査を進めてきたインドネシアもそれは分かっていたはずよね。それでも中国案を選んだのは安かったからだろうな。約6600億円に上る事業費の全額を年利 2% 償還期間40年で融資する異例の好条件を出してきたんだぜ。日本も4500億円程度を年利 0.1% で融資する好条件を提示したんだぜ。だが、インドネシア政府の財政支出や債務保証なしで建設できるとアピールしてきた中国には勝てずに、東南アジア初の高速鉄道事業は中国主導で進められることになってしまったぜ。ありえないわ。また頓挫してほしいわね。というか、そもそも建設計画って極秘情報よね。どこから流出してしまったのかしら？可能性があるとすれば、やっぱりインドネシアだろうな。日本と全く同じ案を中国が日本よりも安く提供する。それによって浮いたお金をインドネシアと中国で山分け。両国の間でそんな裏取引があったんぜ。と疑いたくなる結果だったからな。さらにインドネシアの裏切りはこれでは終わらないぜ。高速鉄道計画とは別に、ジャカルタスラバヤを結ぶ在来鉄道の高速化計画が進んでいたんだぜ。インドネシア第二の都市と言われるスラバヤは、高速化が実現すれば12時間もかかるジャカルタスラバヤ間を約半分の5時間半で移動できると言われているんだぜ。約720キロの高速化計画は日本に一任されていたんだ。しかしインドネシア政府が突如として中国の参加を求めていることを明かすぜ。出たわね、中国。しかもインドネシア経由で表明するとか、もはや事後報告じゃないのよ。インドネシア政府は2021年1月に中国に対して資金面での参加を打診していたそうだぜ。地元メディアの報道によると、2021年1月12日インドネシア訪問中の中国外相と会談、その中で持ち上がったのが、中国に任せた高速鉄道計画と日本の高速化計画の一体化だったんだぜ。ジャカルタバンドン間の高速鉄道計画をバンドンからさらに延伸し、最終的にジャカルタスラバヤを結ぶ高速化計画にしようとしているんだぜ。しかしこの話を日本抜きで進めてしまって、中国はかなり好意的で、今後専門家チームをインドネシアに派遣する予定だそうだぜ。そんな大事な話を日本抜きで進めるとかアホなの？ほうれん草って言葉知らないのかしら？というか、そもそも高速鉄道と在来線って線路が一緒なの？互換性あるの？開業予定の在来線の線路とでは基幹線路の幅が違っているんだ。だから突然そんなこと言われても、日本はやりましょうとはならずに拒否をするぜ。
そうするとインドネシア側はインドネシアと中国の共同事業体への参加を日本が拒否したと解釈をして、さっさと話をインドネシアと中国の両国で進めてしまってるんだぜ。インドネシアが日本より中国を優遇しているのは明らかだぜ。他にも新型コロナウイルスにジャカルタ郊外に住む女性2人が国内初の感染を確認した時に彼女らには出国後に日本人との接触があったと。早い話が、インドネシア国内の感染は日本人の所為で始まった可能性をジョコ大統領自ら国内で大々的に発表するぜ。その二人の女性の中国への渡航歴などは明らかにせず日本に責任を押し付けるような発言をしたんだぜ。日本なら怒らないと思ったんだろうな。コロナが流行り出した頃の犯人探しみたいな空気生きた心地がしなかったわね。この女性たちは大丈夫だったかしら？それよりも日本のせいにするなんて、しかも大統領自らなんて、ほんと喧嘩売ってんのかしらね。だがな霊夢、これほどバカにされていながらもインドネシアに甘いのが日本だぜ。2020年10月に菅義偉首相はインドネシアで、ジョコ大統領と会談し、円借款の供与を約束するんだ。なんとその額は500億円。日本も経済に打撃を受けてるんだがな。新型コロナウイルスで打撃を受けたであろう経済の支援、インドネシアでの初感染は日本人のせいだと言われているのにだぜ。日本だって、コロナで経済が打撃受けてたのにどうして、こんな裏切り者の支援をするのかしら？ここまで行くと、なぜ日本はインドネシアにここまで甘いのか？理由は何個か考えられるんだが、一番はインドネシアが日本にとって、とても重要な国だと言われているからだぜ。例えば輸出入2019年の日本輸出額は1兆9799億円とあり、国別輸出総額第3位なんだぜ。一方で日本の輸入額は1兆5243億円あり、第2位となっているんだぜ。インドネシアからの主な輸入品は金属鋼、天然ガス製造ガス、石炭コークス、練炭、石油、電気機器類、木製品、コルク製品など多種多様だぜ。2018年の財務省の貿易統計によれば、日本のエネルギー輸入に占めるインドネシアの割合は石炭が 11.4% で第2位、液化天然ガスが 5.9% で第5位と、エネルギー自給率の低い日本にとってインドネシアからの輸入が止まってしまうのは厳しいことなんだぜ。だからって相手のご機嫌取りみたいなことしてたら、それもそれで調子に乗ってしまいそうだわ。というか純粋に腹立つ。さらにインドネシアは現在大規模なインフラ開発を進めており、その規模は50兆円。当然一国の財政では簡単には賄えない額なんだぜ。そしたら、なんと日本へ援助を求めてきたんだぜ。過去に何度も日本を裏切ったのにだぜ。2018年4月、日本経済新聞社などによる主催で日本とインドネシア国交樹立60周年記念シンポジウムが開かれたんだぜ。インドネシア側の代表はそのシンポジウムの中で、インフラの整備で日本との連携を、さらに強化したいと語ったぜ。大規模なインフラ開発を進める中、日本による資金や技術面の支援に期待を示したんだぜ。はぁ？厚かましいにも程があるわよ。自爆芸が冴え渡ってるわよ。もはやここまで来ると笑っちゃうわね。そうだな。ちなみに海外の反応を見てみよう。スペインが協力先を日本に決めたのは、正解、今までに事故を起こしたことすらないんだから。先進国の中でも日本ほど洗練された国は少ないし、インドネシアでもジャカルタバンドン間以外のところでは日本の支援が決まっているよ。日本との良好な関係を考えれば安心できる。日本なら政治は関係なく純粋なビジネスとして取り組んでくれるし、僕らに助けが必要な時には手を差し伸べてくれるからね。インドも新幹線を導入するらしい。俺がインド人に言えることは、ただ一つ、高速鉄道を建設するにあたって君たちは正しいパートナーを選んだってことだ。やはりというか、日本に好意的なコメントばかりだな。これからも友好国であり続けるのはいいと思うけど、あんまりな態度をするなら日本も考えた方がいいと思うわ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。